抜けちゃった。ごめんなさい。確認しよう。いやでもなんかもうああダメだったんです。ね、はい。ね、いいよ。失礼しました。また大丈夫？あまりにびっくりしてケーブル抜けちゃって収録中断するっていうね。ごめんなさい。怖かったもんね。怖かった。私別にそんな部屋に踏み込んだわけじゃないんですよ、うん、入ったらもういたんですよ。いたよね。いらっしゃって、はい。そのまま出ればよかったのに。どうしたどうした。戻れなかった。戻れなかった。じゃあお願い。変わってやるよ。やってくれるよ。お願いします。やってやるよ。お願いよ。さあ行きましょう。はい。ポチッと。すぐいますから。うん。いや、うん、西部箇所だから。どこ行きます？あ、トイレ行きます？トイレ。こっからトイレ。この上は？上はなんだっけ？上は来たところです。うん、階段で上がってきたの。そんな遠回りしない方がいいよね。トイレ行って隠れた方が。そうですね。トイレの方がいいと思います。いきますよ。はい。ワン、ツー、スリー。はい。え？いないじゃないか。ランダムってこと？ランダムってこと？時間制限とかですかね、もしかして。お、体重計と3つのいろいろな形の置物がある。ほんとだ。三角、四角、星。あ、これはなんだ？これは体重計。乗れってこと？え、乗っていいの？え？壊れるわ。こういうの挟まないと。たまにオアシスのような笑いを入れないと、ね。あ、そうなんですね。そっか、確かに。心が持たないですね。ガチガチになっちゃう。これは実は正解だったりしてね。乗ったら正解、うん、これね。スペースがなく同時に2つまでしか置けないようだ。なるほど。ああ、これを体重計2つ置いて、うん、なんかぴったりにするみたいな。重さがなんか出てくるんじゃない、うん、なんかあのメモ書きに書いてあった数字はあれは違う。結構カラフルでしたけど、うん、なるほど。そうだね。もう一回置いてみる？あ、そうですね。とりあえず置いてみますよ。先置く。あ、これは難しいね。一応、まあ、星ついてる人だから、俺星。ああ、そうですよね。星ついてますよね。何する？え、じゃあ私三角。三角、星と三角置く。あっちゃうんじゃないこれ、もしかして。あ、何も起こらない。まずヒントがどこかに落ちてるんじゃないかな。回ろうじゃん。引き出しがロックされてる。お、あれ11、2、6。ペンください。あ、そっかそっか、あのホワイトボードに何か書いた覚えがあるな、ね、はい。11、2、6。11の矢印の2の6。すいません、ありがとうございます。11、2の6。はい。あれも見といた方がいいんじゃない、このアイテム。はい。あれもうないんだ。なくなっちゃったんだ。あ、もうあれだけのためのやつなんだ。そうなんだ。くー、もうセーブしよう。前も確か時間が経ちすぎるといきなりランダムで青鬼が出てきた気がします、ね、じゃあもう急がないと。うん、急がないと。次行きますよ。下音楽。あ、ここ隠れられるんだ。勝手に出るのね。勝手に出てほしくないの、怖いよね。あー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 いや、時間ですかね、それとも。あれは確実に出てくるのかな。いたんじゃないの。いたのか。でも、よし、どんどん行こう。はい。とりあえず、進んだ。そうだね。た方がいいのか。進んで、そこのロッカーも結局入れないのね。うん、近くすぎて入る。あー、来た来た来た。そうそう、それは。あー、もう絶対来るやつなんだ、ここ。あー、トイレ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 。これ間に合います？間に合わないのかもしれない。間に合う。入ってきた。入ってきた。勝手に出てくるでしょ。おー、息止めてたもん。怖いです
行きセンサーないからね。うん、隣に入ってたりしてね。ね。もう怖すぎる。上から見てたのが一番怖い、ね。いや確かに怖い。ね。さあ。正常って書いてある。よし。さあ。これはさっきなんか金庫みたいな光ってたね。光ってましたね。こうですよね。いないよね。よし。この風の音なんだよね。これ風の音なんですね。あ、ああ。上と下どっちに行きますか。下じゃないや。まあ、左ね。左。左か。左と下。左行こうか。左。左ですか。うん。行きます。これも大体全部覚えてるマップ。あ、なんて言ったの？小箱、うん、小さな引っかかり？回せば開く。回すものが必要ってことですか？これカーテン開けられない？おー、いやいや、大丈夫だよ。これ閉められないんだ。閉められないんだね。一回出て、もう一回あの、ベッドの前に来て、うん、あ、うん、そういうこと。前もあったよ、なんかね。前はカーテン閉めたら数字が書いてあったみたいな。誰かいる、誰かいる、誰かがいる。あ、誰もいなかった。あ、あメモだ。おぉ来たよ来た !7、4、2。星が7。あ、待って、11、2、6っていうのは、うん、何回か置くってことなんですね、きっと。うん、順番や。ほうほう。じゃあ、星が7で、あ、星が7で、四角が4で、四角が4で、三角が2。三角が2。11っていうのは7、4だから四角と 星と四角、うん、次が2だから1個、うん、で次が 6? あー四角と三角だ。お、いけたね。いけたね。もう楽ちんだこれ。 OK です。よし、これは楽ちんだね。でも昔もね、結構謎解き多かったですけど、難しかったの多かったですよね。まさかの箱を忘れずに一回あっち行くじゃん。一回下、下行きます。下行く。足使いだった。アルコールランプ、空のアルコールランプ。すげえな、道がいっぱい増えてんな。ですね。もうわかんないや、地理が。身体模型、よく見ると壊れて取れそうな部分がある。ほう。取れんじゃない？うわあ、何で使うの？さっきの？え？腕さっきのボックス？え？こんな。そしてまた、ね、選択肢が増えてる。うわ、もう広いな。どう、あ、でも入れるよ。本当だ。安全地帯だ。どこ行きます？下行こうか。下行きます？あ、鍵がかかってる。よかった。よかった。もうこれ以上ね、増えてもね。いる？出た。ああ、来た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 。ああ、バレた、バレた、バレた。完全にバレて、完全にバレてるぞ。見つかったな。うわー、怖いこの顔。見つかるよね。もうでももう、もう下行った時にはもう入ってきちゃったからね。じゃあ、あそこじゃダメだったってことですね。引っ掛けだったんだ、うん。でも、いろんなことがわかるから、やっぱり最初にこうやって見とくのっていいんじゃない？いいね。うん。さあ。いる。行くんすか？え、どこにします？先に体重計やっちゃうか。あ、それもあり。そうだね。先に体重計やったら、俺の手柄にするから。片付けてこよう。用事を。メモってあります。まずは2つを置いて、四角と星です。四角と星。はい。戻る。その後に三角を1つだけ置く。あ、それでいいんだ。その後に四角と三角。あ、2つです。ごめんなさい。あれ？なんか間違えた。1つにいっちゃった。うん。もう一回最初からやる。取れないんだ。あれ、このさっき絵出なかったよね。出なかったですね。なんかフラグが立った時に出なくなるんじゃないですか。最初2つ。四角と星。四角と星。星と四角。うん、うん。一、はい、つだけ置いて。次が一つだけ三角。一つだけ。三角。
その後が2つ。これ出ないよね。出ないですね、うん。多分フラグが立ってるからだと思います。2つ置く。2つ置く。三角と四角。三角と四角。お！鍵が開いたような音。鍵開いちゃいましたね。これ？ここ？おお、引き出しが開いたんだ。うん。あ、エタノールだ。あの、アルコールランプありましたもん。ああ。うんうんうん。来そう、来そう。来そう、セーブ。そう、セーブ。セーブ。あ、先生いたんだった。先生いるよ。先生いるんだよね、実はね。いるんですね。たまに喋ってくれればいいのね。一心同体。よし。アルコールランプ下だっけ？下です。でもまだ左も行ってないんですよ。うん、そうだね。うん、あ、行ったか、行ったけど、あの、腕を何に使うかみたいな話だった。そうだね。はい、入れました。え、それだけ？台座に何もない。燃やすものか。燃やすもの。ミスター青鬼と言われたこの俺が誰が言ったんだ。うえ、間に合わないよ、そこ。絶対間に合う？間に合う？今のはなんかちょっと疲れちゃったからって気がする。ね、ズベズベすんな、そこはもう。いいんですよ、もう一回やっても。いい、やらせるよ。確かにやらせるよ、さ。やだやだやだ。マリンカのそれなんか。やだ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 。マリンカの奮闘機だと思ってるから、ゴージャス。ゴージャスほら、まだだってほら、ゴージャスの手柄がない。確かに。俺、あの、重さのところで。頑張った。うん、それは一緒に解いたでしょ。いいよ、じゃあ俺やるよ、これ。おお願いします。早かったもんね。そう、分かった。シャシャシャでやればいいんだね。これでこうね。そう、あれあれあれ、いなくなったのね。俺に怖さを覚えてこいなくなったな。めっちゃガクブルしてるじゃないですか。あ、針金を手に入れました。あ、これがこれか。開けられるやつかな。人体模型もさ、なんかさ、あるような気がする。あれ、ほんとだ。これは完成形の人体模型だ。顕微鏡だいぶ錆びてるようが、まだ使えそうだ。使えるんだ。何見るんだろう。何見るときに使うんだ。この箱かな。10円玉。お、10円玉。10円玉。今日、給食室の鍵がありましたね。電話しちゃおうか。来た。来たよ。針金。針金。これだ。え？買えない。そうなの？何？10円？10円かな。ああ。いや。おお、引っかかりを回した。ここにだった。これどう？なんだ、じゃあ錆びてるとか関係ないんだ。関係ないよ。よくマイナスドライバーっぽいやつね。うん。あれだ。スライドガラス。これあれだ。顕微鏡見れるんだ。あ、なるほどね。あ、なるほど。何を見るんだろう、でも。何を見るんだろう。あ、スライドガラスだから。プレパラートを作るんですね。ねえ。そういえば、メモ用紙って何が書いてあったんでしたっけ。メモ用紙は、数字。これ。あ、これはもうじゃあ使わないやつか。あれ、でもこれなんでこれ、まだ持ってんだろう。ね、消えないんだな。燃やす？あ、燃やしてみます。炙り。燃やす。炙り文字とか。あ、燃やす。わかんない。だってさっきの紙はさ、うん、なくなっちゃったでしょ。なくなりましたもんね。まあでも顕微鏡かな。あー、顕微鏡かな。ちょっと試してみよう。燃やさせて。メモ用紙。あー、使えないな、ね、顕微鏡はあのまま置くってこと。うん、顕微鏡どこだっけ。あ、左です。うん、次出てきたらどうする。上の、上のトイレまで行く。トイレまで。あー、いなかった。人体模型もビビるんだよね。そ
ライドグラス。小さく黒いところが。うん。セットした。うん。真っ暗？うん。まあそうだな。うん。何もないからってことか。ここにだってなんか垂らさないといけないじゃない。ああ。そうだったっけ。ダメじゃん。ダメじゃん。俺のせいじゃないよこれ。ズベズベしてるせいだこれ。ちょっと逃げれないよね。逃げれないよ。あ、これマスクした。色違うよ。本当だ。あのへそちら、へそちらがいいの。おー、この。ということで決定。え？どう？